過去に戻って人生をやり直したい。そうしたら結果は変えられるはずだ。そう思ったことがあるのは僕だ。あの時違う選択をしていたら。でも本当にそうだ。僕は僕で、その時その時に過去の局面に立たされたとして、結局その結果が今なのではないか。それなら必要なのはやり直しじゃない。最悪を変えるために本当に必要なのは、なんだ。いった。なんなんだよ。僕、なんだ、ガラスか。何が起こってる？な。俺はロウ、お前のお友達だよ。覚えてないのか？ロウ、覚えてない。おいおい、ひでえな。同じ2年3組だろうが。ごめん、本当に知らないんだ。お気楽なもんだよな。え？何も考えずに臭いものには蓋をして毎日た。何のことだ？
なあ、お前だよ。ジム。さっきから何の話してるんだよ。ここってどこなんだ？さあ、どうやってここに来たのか覚えてる？さあ、どこで気がついたんだ？さあ、なあ、ふざけてる場合じゃないだろ。ここがどこで、どうしてここにいるのか、スマホもないし、どうやって来たのかも覚えてないし。そりゃお気の毒に。でもそれって神王寺と何がだよ。ひょっとして何か知ってるのか。知ってるよ。ここがどこで、どうしてお前がここにいるのかも全部。それなら教えてくれよ。やだね、教える気はない。でもどうしても知りたいなら俺に吐かせてみろよ。お前はそうだよな、いつもへたれて。もし結果を変えたいのならお前が変わらねえとダメなんだよ。だから何のことだよ。そうか、何するつもりだ。なんだろうな。よせ、やめろ。ふざけはやめろ。ロー、やめ、ロー、どうやったら助け、ロー、ビビった？バカだな。京介、お前とはまた会うこ。おい、ロー、何だったんだよ、あいつ。静かだな。あ、
渋谷。誰か、誰か。